エイリアン映画エイリアンとチャット GPT 映画エイリアンとチャット GPT えー、去年2023年の5月頃ですけどもチャット GPT ってね、そのチャットで何でも教えてくれるような、うん、まあ、そういうソフトっていうかね、があるとで私使ったことないんだけどまあ、使って動画とか見て 例えば何か教えてっていう風にこうカチャカチャって打ち込むと、キーボードの中で打ち込むと、音声でもいいんだけど、打ち込むと、それからあのちょっとしばらくしたらパッて出てきて、なんとかなんとかですよって画面にね、会話してるような、チャットで会話してるように、えー、返してくれと。うん。で、これはネット検索も兼ねれてるんで、 例えば、こういうことについて教えてって言ったら、ネット上のね、情報をガーッと集めてきて、文章にして、これっていうのはこういうことなんですよ、みたいな感じで。こういうこともありますよ、みたいな感じで。教えてくれるっていうね。だから、今のね、ネット検索だけではね、あの、この、これについて教えてっていうに検索しても、その詳しいサイトとか、ずらっと並ぶだけなのね。自分でそのサイトを見て、例えば、ウィキペディアとか見て、調べなきゃいけないと。 だから、もう一段先なんですよね。チャット GPD は。これを教えてって言ったら、本当に教えてくれると。それもネット上から集めた情報を、ま、まとめて、簡単にして教えてくれるってね。だから、ま、あもちろんこれだけじゃないですね。チャット GPD の,の機能はね。これだけじゃないんだけど、まるで会話をしているように知識を教えてくれってね。いうことなんで、あの、私これが出てきたときに、なんか似てるなと思ってたんだけど、 えー、あエイリアンの,あのコンピューターだなと。エイリアンのマザーっていう、ね、コンピューターと似てるなと。人工知能のマザーっていう、ねえー、コンピューターがエイリアンに出てくるノストロモ号、エイリアン1の、ねえー、貨物船のノストロモ号に搭載されてるんですね。これはあのー、コールドスリープで眠って、ね、年取らないようにして 長い距離を移動する宇宙貨物船なんだから人間の代わりに船を制御してね安全にこう通信とかもやりつつ、えー、なんか物を運んで鉱山の物質とか運んで、ね、帰ってくるみたいなそういうね貨物船に搭載されてるマザーっていう、えー、AI がね積んであってで、えー、もちろんこうリプリーとかね こう寝ながら行ってて、まッ起きるのね。一定期間過ぎたら。で起きてご飯とか食べてまた寝ると思うんだけど、もう何年にもあたることだからね。で、えー、起きた時に、エイリアンが発する信号でね、救助信号みたいな感じで、こう騙されて、近づいてったらエイリアンに感染してというかね、フェイスハーガーでガバッとやられて、で、体内にエイリアンの子供をね、産みつけられてしまったと。わかんないから、 そのね、隊員を連れて帰ってきたら、あのー、宇宙船の中で、エイリアンが増殖しちゃうってね、いろんな人間に取り付いて、えー、エイリアンがねこう、人々を襲うみたいな、人々その、隊員たちを襲うっていうね、そういう筋立てですけども、その、リプリーがね、なんか気づいちゃって、これって会社食いかんみたいな感じで、会社がね、 軍事用に、この、エイリアンをね、持ち帰ろうとしてんのか、みたいな感じで。そういう疑惑がいくつも出てきて、じゃあ調べよう、みたいな感じで。で、船を制御してるね、AI。マザーっていうね、ア i それを、それに、こう、カチャカチャ打ち込んで、調べると。で、マザー部屋みたいなのがあって、で、パソコン部屋みたいなのがあってね。で、パソコンの画面上で、一人、一人でね、この、リープリーとパソコンが会話するわけね。 AI だから会話できるんだよね。リプリーが何とかについて教えてってったら、パーって返してきて。で、これはネット検索してるわけじゃなくて、あの船の中に積んであるマザーにつながっているコンピューターの情報。この船のね、あの情報とか、あと、まあ、本社の情報とか、いろいろありますよね。船の中で知りたい情報ありますよね。急に知りたい情報。で、これは本社に連絡してね、こういうことを知,らない知りたいんだけど教えてみたいなこと言ったら、 何年かしたらまた帰ってくるみたいな。これ時差みたいなのがあるからね。だから、普通は更新して何か調べることできないんだけど、会社と更新するのはできないんだけど、何ヶ月もかかったりするんでね。だけど、船の AI のマザーだったら、あのー、情報をね、貯めてるから、例えば、あのー、出発した最初の頃、何か変なことはなかったのかみたいなん、ね、で聞けば、こういうことありましたよめたこと言ってくれるから。だから、普通の状態でもマザーはすごく、 あの便利なんですよねでネット検索はできないけどマザーの中の知識で教えてくれるっていうそれでねリプリーが疑惑を、ね、疑問を打って疑問点をマザーとちゃかちゃかって打ってマザーが返してくるみたいなねそういったシーンがあるんだけどこれってあのチャット GPT だなみたいな、ね、ネットには繋がってないんだけどチャット形式だなみたいな感じで,ねで私ね最初のエリア見た時にね あの、まあ、こういうのがあるんだろうな、未来こういうのはできるんだろうな、と思ってて、で、その後何回もエイデ i e n 1を見てたんだけど、まだ会話型になってないよね、と。うん。検索したらね、文字入れて検索したら、それに関するサイトがバーて出てくるから、そこで自分で調べに入ったら、そのサイトで知識を自分で得られるってね、これはあるんですね。だけどまだ会話型じゃないな、と。うん。 だから、まだまだ先のことなんだなと思っていたら、なんか、Siri とかね、会話型でなんか言ってくれるようなやつありますよね。それから、もう、文字だけで会話するような、チャット GPT ですね、それ出て、ああと思って、エイリアンのあれだと思って、マザーだと思ってね。しかもマザーはネットには繋がってなくて、チャット GPT はネット繋がってるんで、情報量が格段にあるだろうと。 ちのね、いう感じでねあのもう映画超えたかなみたいな感じで思ってるんですねこの点についてはね、うん、まあでもチャット GPT の存在っうか出現をね予言しているこのエイリアン1すごい映画ですよね、うん、これを予言しているんだからねああしかもデバイスも デスクトップパソコンっていうね。うん。そういうことなんで、近いですよね。今もデスクトップのパソコンで使う人いるし、まあ、ほとんどスマホだとたんだけど、デスクトップ使う人もいるからね。だから、非常に近いと。うん。正確に言い合っててるな、みたいな感じで思うわけです。